ございます。撮りながらですよ。はい、おはようございます。おはようございます。え、入る？はい、入らない。はい、今日は8月の16日水曜日午前、9時20分ですね。今日も王子本店営業してまいります。私はですね、受講生がいらっしゃいますんで、個別指導ですね。この方は、他府県、東海エリアの方からね、まあ、何回目でしょうね、もう結構回数来られてて、技術レベルも確実に上がってて、現場でも成果が上がってるという方ですね。その方が目指すレベルまで、しっかりとね、ご指導していきたいと思います。はい、浅井さんにはね、今日一日、施術ね、お客様一人で、はい、よろしくお願いします。ね、今日朝涼しくなかったですか？だいぶ涼しいですね。でも涼しいですよね。うん、で、まあ、でも朝起きたらなんかこうすっきり感がないっていうかね、なんか、夏独特のね。そうですね。まあそんなんあったんですけど、昨日夜テレビ見てたらですね、そのすっきりしない人する人の差っていうテレビをやってましてね、こんなん言ってましたよ。寝る4時間前に食事を済ますこと、でその食事の後にお風呂入って、お風呂入って1時間半後ぐらいにその眠りスイッチが入るんですね。体温が下がってってね。だから食事とお風呂を逆にしちゃダメだよっていうことを言ってましたね。それと朝にお味噌汁飲むといいって、そしたらその夜に、寝つきが良くなるっていうことを言ってましたね。ちょっと実践してみようかなという感じでございます。明日は木曜日なんで王子本店はお休みになりますけど、ね、ゆっくり休んでくださいよ、ね。はい、そんな感じでございます。じゃあ今日も一日、まだまだお盆期間続きますけど頑張りましょう。それではまた。